ドジャース6戦仕入れ替えで最強打線が完成してしまう。ドジャースは20日本拠地マリナーズ戦に 3-0 で勝利した。復帰したマックス満塁内野手が7回に貴重なツーランを放った。試合後デーブ・ロバーツ監督は打線に厚みが出た、途切れることがない打線だと称賛した。試合前にロバーツ監督は、マンスイとエドマンの先月復帰に伴い、26人のベンチ枠を空けるため、アーメドは事実上の戦力外扱いとすること。また、控え捕手のバーンズは前日の試合でファウルボールを左足親指に受けて骨折し、10日間の負傷者リスト入りしたことを明かした。ロバーツ監督、今晩マックスは、大事な場面で本塁打を打ってくれた。野手はようやく健康になったから、ハッピーだ、と笑みを浮かべた。マンスイの1打席目の三振を見ていると復調は先になるだろうと思っていたけど、まさかすぐに結果を出すとは。やっぱりマンスイが打線に入ると心強い。志願して出場したフリーマンの守備で良いプレーをしてチームを盛り上げてくれた。やっぱり精神的な支柱のフリーマンがいるのといないのとでは安心感が違うな。骨折したフリーマンの起用はどうなん？今はまだ無理をするタイミングでもないだろ。残り10試合からが本当の戦いになる。フリーマン無理しないでほしい。 MVP トリオ、ウィル・スミス、テオ、マンシー、ここまで揃えばあとはなんとかなる。ピッチャーやら問題はあとは吉野の早期復帰と、レギュラーシーズン終盤にはグラスノーが戻ってくることを願うしかないな。コーペックとフィリックスの2枚クローザーの目処が立ったみたいだし、これからやろう。本当はクローザーは固定した方がいいけど。今シーズンのドジャース打線でコンスタントに出場していたのは新規加入の大谷翔平とテオくらい。この2人がいなかったらドジャースはどうだったのかね。おそらくフィリーズとのリーグチャンピオンシップ、あとはギアを上げていくだけだ。管理人のつぶやき、超勝手なイメージだとやはりドジャースの精神的支柱はベッツやフリーマンなんでしょうね。大谷さんがどうこうという話ではなく、やはりまだ移籍1年目ですし、チームメイトからの信頼やコミュニケーションの機会はまだまだなはず。ドジャースはようやく野手陣は戦力が戻ってきたようなので、とりあえず打ちまくってください。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。